青のジークフリード、まんまだ。そんなのって話に聞いた。いや、それ以上か。こたびの災厄、七組とやらがどう解決するか見せてもらったが、まさか伝説のお出ましとはな。赤い月のロゼのモデル、ヒーローのローゼリア殿。そういえば、あの小説のヒロインは教会のシスターでありながら吸血鬼という設定でしたか。ああ、しかし確か妙齢の女性だったような。その事情がありまして。一応モデルは本人みたいね。そんな小説もあるらしいの。事実から改変されてるようじゃが、教会の連中と取引はしたが、属したことがあるわけでもなし。それと妙齢云々はじゃな、言い訳じみてるからやめておくか。まあ、ここでのわらわの役目は終わりじゃ。黒がいれば締め上げたところじゃが、代理人相手ではの。おばあちゃん。じゃ、あんたまた。まだ野暮用があっての。月祭中には必ず声をかける。さらばじゃ、七組の子らよ。あとは好きにするがいい。ビータと同じじゃない。苦労してそうね。うん、予想の斜め上であったが。それはともあれ妙なお膳立てをされたようだが、せっかくだ、ここらでやり合っておくか。君は。ああ、願ってもない。ほう。俺たち全員がある確信を抱いている。だが言葉で指摘してもあんたには無意味だ。そうなんだろ。ああ、俺に過去はない。あるのは用意された使命とそれを果たさせる退屈さだけだ。さて、何人で来る。なんなら全員でも構わないな。できるわね。教官リン。3対1だった2年前とは違う。そちらが1人なら7組を代表してやり合うだけだ。剣を交えないと伝わらないものもある。まあ、そっちは拳銃だけどな。面白い。教官。おいおい、やべえんじゃねえのか。大丈夫、リーンだったら。ええ、磨き抜かれし八王の一刀、灰色の騎士。いいえ、私たちの教官なら。見せてみろ、お前自身の価値を。思ったよりもやるな。今日こそその仮面を取ってもらうぞ。
何がジークフリードだ。カッコつけすぎだろ。そうじゃないのか、クロウ。リーン、だから無駄だと言っている。来い、オルディーヌ。青の騎士。やっぱりか。でもどうして。一つ忠告しておこう。今回の顛末はイレギュラーに過ぎ、いやそれすら奴の計算かもしれんが。どういうこと。何が起ころうとしている。俺は代理人、是非を述べる立場にはない。勝負の対価として情報を支払うだけのこと。くれぐれも利子は求めるなよ。そういえば利子の方はどうなってるんだと。やれやれ、主戦度になったじゃねえか。待ってくれ、本当に覚えていないのか。少しは俺たちのことを。